俺はその前の気持ちを忘れないようにしてるんだ。俺はあくまで人間ミナト克実ってことだ。俺だって科学者の夢を忘れたわけじゃないぜ。よっしゃあ、よし、俺たちの記憶ゲットだ。この調子で朝日のカードもゲットしちゃおうぜ。いや、それはダメだろ、勝手にやったら。朝日のこと考えればいいんだろ。朝日、朝日、まあ、朝日って言えばそうだな、本当にあるの？ハッピーだよな、ハッピーのイメージあるよな。俺色に染め上げろ、ブーム。みんな、つぶらやイマジネーションに加入するとあんないいことやこんないいことがたくさんあるんですよ。これはハッピーになること間違いなしですね。サービス開始以来大反響、ウルトラサブスクはますますパワーアップ。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに会員限定アイテムやオンラインイベントなど幅広く楽しめる特典やエンターテインメントをお届けします。忘れられない伝説からここだけの新作まで、つぶらやイマジネーション、ヒーローや怪獣たちにもっと会える、ウルトラサブスクで検索。つぶらやイマジネーションで待ってます。わあ、全然ダメだ。ディメンションナイザー、うんともすんとも言わないよ。めちゃめちゃ朝日のこと連想してるのに。きっとただ頭に思い浮かべるだけじゃダメなんだよ。そっか、強い思念が座標となって未来人がそこにデータを送ってくるって話だったもんな。やっぱ本人に任せようぜ。朝日のとこにもディメンションナイザー送られてるはずだし。いや、ダメだ、それだと未来人に負けた感じになる。おい、勝敗の基準がどこにあるんだよ。だいたい勝ち負けじゃないだろ。もう一回、もう一回だけやってみようぜ。勝つに、お前も引かないね。カードが来ないってことは勝つにだって未来人に舐められてるってことだぞ。なんでそうなるんだよ。想像してみ、君の妹を思う気持ちはその程度かね。そんないい加減な兄にデータを送るわけにはいかないね。とこうなるわけよ。おい、どんだけ性格悪い未来人想像してんだよ。いいからいいから、早く勝つにも朝日のこと思い出して。そういえば朝日がハロウィンパーティーに行ったことがあったよな。おお、あったあった。確かダダがなんか大御所様とかいうのをもてなすパーティーを開くとか、そんな感じだったよな。せっかくだしみんなで撮りましょうよ、記念写真。いいね、撮ろ撮ろ撮ろ。はい、チーズ。ここだ。朝日、なんでここに。
ミツルギお前の仕業か。だとしたらどうする。もうツルちゃん、そんなんじゃないです。だってここにすっげえバイブス派が。私たちハロウィンパーティーをしたかっただけなんです。あの方たちが招待してくれたんですよ。おおー、いらっしゃい。うわ、なんだあいつら。ツルちゃん、ツルちゃん、え、おちょ、え、おちょ、待ってツルちゃんツルちゃん、私、ツルちゃんと一緒にパーティーしたいです。帰らないで。あんな素人ウルトラマンと一緒にいる気になれない。んーな、ウルトラマンがいたって気にするな。え、ウルトラマン、ダダさん、あ、あいつらウルトラマンなのか。あ、ダメダメダメだ、ウルトラマンだけはダメなのだ。9割9分うまくいってたのに、あと少しでパーティーができたのに。この瞬間、私の中で何かが切れた。で、なんかその後、ダダが巨大化して戦うことになったんだよな。なんでだっけ。忘れた。やばい、マジに。そういえばあいつ、小さくする光線みたいなの打ってきたよな。そうそう、あれな。俺としては原理が気になるところだよ。あ、ごめんなさい、カツニ、今の見た。わかったぞ、あいつにぴったりの倒し方。極みクリスタルセレクト、クリスタル兄弟の力を一つに。で、なんやかんやでウルトラマンルーブになろうって流れになって、魔導は極み金色の宇宙。変身することもなかったよな。まあね、俺たちも大技使った割には最後はあいつの自滅だったからね。しかもその後やってきた大御所様っていうのがさ。大御所様、あれが大御所様。朝日、ブースカ様、これにおわけが。ピグモン君から聞いたよ。僕がウルトラマンさんを嫌いだと思ってパーティーから追い出そうとしたの。我々怪獣とウルトラマンは敵同士、異論会とはいえブースカ様にもしものことがあってはと。ギノ、それだけでみんなに意地悪をして追い払おうとしたの。やめて。ちょっとそこでちょっと反省しなさい、ブスカ様。そんな、どうやって。あの時はびっくりしたよな。ダダが恐れてた大御所様がまさかあんなのだったなんてな。そうそう、ブースカとか言ったっけ。見た目もなんか可愛くてさ。そうそう、じゃなくて、いつの間にかダダとブースカが話のメインになってるから。あ、しまった。つーか、朝日のこと考えようって言ってあの話持ってくるかね。朝日のエピソードランキングでもそんな上位に来ないでしょ。そうかな。そういうんじゃなくてさ、今や我が妹も立派なウルトラウーマンなんだから、
そこら辺を深掘りしていかないと。深掘り。そうだよな。朝日が初めて変身したのは、深掘り。そうだ、朝日に彼氏ができたとか言って父さんが騒いで。朝日発見、誰かと一緒だ。ああ、ファルコン1の時ね。ファルコン1、焦るな。ターゲットを観察。速やかにフェーズ2に移行して。やばい、キスしようとしてるぞ。ファルコン1、目で目で総員突撃せよ。行きます。貴様、さて、うちの娘に何をする。あら、カツ兄、兄さん、にお父さん何ですか。朝日、君の意思は尊重するけど、君はまだ成長過程だ。だからね。貴様誰だ。はじめまして、朝倉陸です。さっき知り合ったの。なんかこの町で探し物してるんですって。協力してあげてください。何探してんだよ。影です。影。何をポエマーみたいなこと言ってんだ。回収、久しぶりだな、カツニ。やれっか。ああ、父さん、朝日を頼んだ。ああ、わかった。失われたニュージェネレーションウルトラマンの記憶、ディメンションナイザーがつなぐ仲間と共に未来からのメッセージをつかみ取れ。ウルトラの歴史を取り戻す新たな次元のスター列伝がここに。ウルトラマンニュージェネレーションスターズ、毎週土曜朝9時好評放送中。でもその追跡をしていたリク君がウルトラマンジードだったんだよな。あん時は驚いたよ。エアリストであげろ。ブーム、オジェクト、クリスタル、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンリング、バトンは火、フレンの炎、バトンは水、コンテニーのみ。イサミ、誰かいるぞ。なんか目つき悪いぞ。あ、指さすな。ほっといてください。うわ、熱い。どういうこと。あの声は。待って、撃たないでくれ。なんで邪魔すんだよ。ちょっとけ。影が、僕の友達があの中にいるんだ。チェンジだ。よし。ゼレクト、クリスタル、ここは俺たちに任せろ。アクア、ウィンドウ、ハ
イブリッドシュート。リクの友達のペカが人質に取られてたんだよな。そうだったな。助け出せたからよかったけど。よし、ウルトラマンジード、ソリッドバーニング、ドライクブースト。あの事件を引き起こしていたのが、そう、悪のウルトラマン、トレギアだ。なんだ。私はトレギア、宇宙から君の夢を叶えに来た。何を言ってる。あれは大変な事件だったよな。別の次元からジードはやってくるし、俺も変な星に飛ばされるし、トレギアはムカつくし。待て待て待て、カツニ、また横道にそれちゃってるから。ジードとかトレギアじゃなくて、アサヒのこと考えなくちゃ。アサヒのこと。あ、そうだった、悪い。まったく、ごめん。あの時は確か、そう、トレギアに怪獣にさせられてしまった俺の友達を助けるためにみんなで戦ったんだ。あの怪獣の中には俺の大事な友達がいるんだ。なんとかして助けたい。みんな協力してくれ。ああ、俺らに備えろ。ルーム、じーっとしててもどうにもならない。クルジオレギーナ、島で届け乙女のハッピー。アサヒもまずはグルジオレギーナに変身したんだよな。私は強くて、俺たちもピンチになったんだけど。アサヒ、お前だけでも逃げてくる。そうだ、女の子なんだから。女の子かどうかなんて関係ない。誰かを守りたい気持ちに性別なんか関係ないです。ついに我らが妹覚醒、ウルトラウーマングリージョが誕生した。貴様は何者だ。ハッピー、私はウルトラウーマングリージョ。あなたのような悪い人には反省してもらいます。ウルトラマンデッカー最終章、旅立ちの彼方、ブルーレイ &DVD が発売決定だ。襲い来る異星人軍団や空を歪める支配者プロミスター・ギネルスと、ミラスを仲間に迎えた俺たちガッツセレクトの最終決戦を見逃すな。ブルーレイにはメイキングやイベント映像など豪華特典も盛りだくさんだぞ。ウルトラマンデッカー最終章、旅立ちの彼方へ、ブルーレイ &DVD は7月28日発売だ。ウルトラマンデッカー、カードに宿るウルトラマンの力、オーチュアスディメンション、Dクラッシャーでスキャンせよ。クリスタルを開いて変身だ。デラックスウルトラ D フラッシャー、カードで遊べるサウンド図鑑、デラックスディメンションナイザー。ウルトラソフビシリーズ怪獣が出現、スフィアサウルス、スフィアコモラ、ガッツマシン出動。
立ち向かえウルトラヒーロー。ウルトラソフビシリーズソフビワールド公開中。ウルトラマンデッカーブルーレイボックスの魅力をたっぷり紹介するぞ。ボックス1巻と2巻に充実のメイキング映像を収録。しかもボックス2巻には夢のような座談会映像も。どれも見逃せないよな。ケースデザインもかなりかっこいいし、魅力がありすぎてショート寸前だぜ。え、もう時間ですか。わかりました。では最後に、ウルトラマンデッカーブルーレイボックス、今手に入れるしかねえんだ。俺たちの絆をなめるなよ。一人より二人、二人より三人、三人より四人の方がずーっと強いんです。そして俺たち兄弟は一つになってウルトラマングルーヴになったんだよな。ウルトラマングルーヴ、まさに港家の絆を体現した戦いだったよな。見たか、これが真の家族の力だ。まさか朝日がウルトラウーマンになっちゃうとは思わなかったよ。しかも俺たち兄弟3人でグルーヴに変身しちゃって。やっぱ港家の絆は最強って感じ。そうだな。朝日もあれ以降頑張ってるみたいだしな。グレージョン、ウルトラダークキラーと戦った時も朝日の頑張りが逆転のきっかけになったんだ。絆を諦めない、私だってウルトラマンです。
のは。兄弟の力を一つに。魔導は極み、金色の宇宙。ウルトラマンルーム。やったな、お前たち兄弟ウルトラマンの絆。俺の師匠にも負けてないぜ。俺たちがいない時も一人で綾香市の平和を守ってくれてたんだよな。フリーズショット悪さしちゃダメですよ。いつの間にか俺たちも助けられるようになって、今ではあのウルトラマンゼロからスカウトされるほどにもなったんだもんな。成長したな、アサヒ。あれ、カツニー泣いてる？バカ、泣いてないよ。嘘だ、絶対泣いてるじゃん。港家全員のデータが揃ったな。そうだな、うんうん、っていうか勝手にやっちゃってやっぱり朝日怒んないかな。おせっかいな兄貴になってない？大丈夫だよ、何の心配してんの。だって朝日もあれで思春期だろうし、勝つに余計なことしないでくださいとか言われたら俺ショックなんだけど。朝日がそんなこと言うわけないだろ。いや、あの年代の距離感なめったら痛い目見るぞ。お前だってな、高校の時俺が間違っておやつのプリン食べちゃってたらめっちゃキレてたじゃないか。いつの話だよ、覚えてねえし。嘘言え、あの後1週間くらい口聞いてくれなかっただろ。俺だって結構傷ついたんだぞ、父さんだって心配してたな。分かった分かったけどさ、それはカツ兄が悪いじゃん。俺がさ、3時のおやつでプリン食べようと。俺たちとも関係が深いウルトラマンオーブと先輩たちとの共闘、くー、これは燃える展開だぜ。おい、はしゃぐな、イサミ、ちゃんと予告しないと。あ、そうか、次はオーブが激闘を思い出しながら自分のルーツを探していくぜ。次回、つながりは円環、記憶をたどるぜ。ゼロから始まるストーリーに誰がなって主人公、受け継がれてゆくヒストリー。まばゆい光の中からやってきたウルトラマンブレイザスカードだ。近接戦闘 CQC モード光線開始。
こちらスカード CB 23式特殊戦術機構銃アースガロ出撃準備。カツ兄、今日も楽しかったね。ああ、チャンネル登録をしてくれた君たちには俺たちからお知らせが届くぞ。超便利だな。みんな、よろしくね。